どうも、河野くんです。こんにちは、ランニングサイエンスラボ代表のヘミです。大丈夫よ、熱いはずから放送事故、放送事故、キャラ間違えた、キャラ間違えた代表はしっかり気をいつも来たせばらしは、ありがとうございます。ということでですね、はい、いよいよビヨンドに向けて今年頑張っていこうと思うんですけど、はい、先週、北海道マラソン激震しました。そうじゃ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。3時間45分いや、違う、大事故、大事故、大事故、絶望的じゃないですか。すごいじゃない、やっぱり2時間48分ね、目標まであと28分、いや、かなりあるね。正直ちょっとビビってます。え、それさ、ビヨンド大丈夫？いや、非常に不安だったんですけど、うん、今回ですね、はい、ビヨンドに向けてこれから毎週練習会っていうのが開かれるんですね。いいね。はい、どうせビヨンドいいので、今日は150分間とやりたいと思います。え、コーダも今日走る、あ、今日走ります。今日走んの？大丈夫、マラソンの疲労はやばい、やばい。正直不安なんですけど、一番速い2時間半を目指すところのペーサーがいないので、はいはい、今日は普通に走りたいと思います。あ、頑張ってください。はい、4分から3分50ぐらいで150分完走っていう、そうですね、それぐらい、はいはい、下手したら38キロ走ってしまうんですけど、ほぼフルマラソン、ほぼフルマラソンだけど走りたいと思います。2時間20分ビヨンドに向けてちょっと頑張りたいので、はい、参加者さんいっぱいいるんで、みんなから力をもらいたいなと思って。そうです、ここにいるみんな仲間だからね。そうですね、最後ビヨンドでみんなで結果残すための仲間なんで、はい、笑って終わりたいです。笑って終わりたい、はい、ちなみに今日ヘミさん、仕事の日じゃないと思うんですけど、はい、なぜ聞こえるんですか？なんかペルサーがいなかったって。いや、そんなことないそれは自主的に走りに来ました。確かに、ペルサーはいないですけど自主的に僕も実は10月末に水戸黄門マラソンを走ることがありまして、はい、ちょっとケンチャン連で走るんですけど、はい、やっぱそこでね、ある程度結果で形示さなきゃ、まあ、ラボの代表としていけないかなっていうことで頑張ろうと思うので。なるほど、はい、じゃあお互いのマラソンに向けてって感じですね、今日。そうですね、はい、じゃあ今日は頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。レッツーリバティー。よく知ってます。一番やる気。今日から、約4ヶ月間ビヨンドに向けた練習会をお願いします。標準35から45は1時間50の分は今日はヘミさんに書いてもらいます。ラジオサイクラボのヘミです。よろしくお願いします。今日ちょっとペーパーをするコーナーを取ります。2時間20分を出して、ちょっと頑張ってます。どうですか？行きたいですね。行きたいですね。来たら38キロぐらい。38キロ。やばい。そんな練習会あります？いや、ない。まあ、ちょっと頑張りたいと思います。頑張りましょう。あ、20分半ぐらい、いいペースですね。キロ4まで上がってきました。まだまだ先は長いですが、頑張りましょう。お願いします。一回給水ですね。はい、はい、まだまだ元気、まだ大丈夫です。はい、ちょっと取っていきましょう。まだ元気なんで、はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。一瞬のピットインですね。一瞬で、はい、ということで10キロ通過です。これ思ったんですけど、まだ40分です。下手したらあと2時間走れるんですけど。確かに雨予報だったのが奇跡の晴れ。マジでカップルが映画見に行って終わってもまだ走ってるって。あいつ、あの赤組まだ走ってるって感じですね。カップラーメン40個つけない。3分、毎回3分ごとに頑張っていきましょう。15キロ通過です。そしてやっと1時間経ちました。まだまだですね。まだみんな元気ですね。キロ4切り出しましたね、いよいよここからです。あと1時間半頑張りましょう。
ティカチュースです。はい、はい、お疲れ様です。どうした？なかなか頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。本店でかいな。もう走り方と体格が違う。コントロール。さあ、20キロの通過です。ちなみにまだあと 半分ぐらい。時間的に言うと半分ぐらい。やばい。頑張りましょう。頑張りましょう。疲れた。全然汗かいてないよ。25キロ。100分。あと50分。あと50分。オーバー。これ完走したら泣きそう。毎週この感動を味わえる。よし、頑張るぞ。31キロ。2時間超え。YouTuber だな。強いわ。いやいや、めっちゃきつい。もう余裕ね。いよいよ2人になりました。頑張ってよ。こっからアディショナルタイム。ボーナスタイムですね。ペナルティタイムですね。ペナルティタイム入りました。ちょっと給水取って、あと30分ちょっと頑張るぞ。頑張るぞ。元気強っ。33キロ。あと20分。頑張るぞ。さあ、いよいよ35キロ通過。2時間20分。いよいよ来ました。どこまで。さすがにきつい。余裕ね。もう何も食べれない。ですね。頑張りましょう。やっぱ強い、今の子だ。いやいや、あ、ちょっと。いよいよあと5分。一緒にいた仲間たちが消えていきました。さすがにきつい。北海道マラソンの筋肉痛がぶり返しています。あとちょっとここまで来たら頑張りましょう。最長距離、最長時間かもしれない、走ったの。さすがにきつい。ああ、足が棒です。下りの足が棒です。頑張りましょう。残り1分。やばい。残り1分の足の重さやばい。一気に重い。さすがにきついっすね。ここまで来たら、スタート地点まで。頑張りましょう。あとちょっと。よっしゃ。これが本当のラスト。頑張れー。さあ、あと 100m です。さあ、ついに。さあ、よくやった。さあ、38キロ。足が棒だ。さあ、疲れた。お疲れ様。いい練習でしたね。しんど。これ来週もあるんですね。はい、あ。ほら強くなるわ。これやってればマラソン30キロが強くなるわ。2時間半きついですね。きついですね。あ、疲れた。お疲れ様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 。必要だね、お疲れ様です。何してんすか。いや、まあね、ちょっと心が疲れた。メンタル鍛えられますね、この人。いい練習してありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか。大丈夫。全然今声張ってないです。めんどくさいんですよ。波を大きくするのが。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで38キロ走りました。おお、すごいきつかったですね。どうでしたか。僕も4分30秒で30キロ走り切りました。本当いい練習ですね。いや、いい練習。それやってれば全然強くなりますね。強くなるし、まだ9月ですもんね。確かに。そうそう、まだ4ヶ月あると思ったら、それちゃんと
応これから毎月やっていくんで、はい、ヘミさんも来れる時は来る、毎回参加で毎回参加で、それは強くなりますね。まあ来週また距離そうなんですけど、再来週金曜日開催は今月は400を15から20ボリューム、ボリューム、はい、で来月はそれが 1000m10 本になります。あーいいね、はい、いい練習、いい練習、そんながっつりマラソンに向けた練習やってるのうちらだけじゃないですか。いや俺らだけでしょ。そうっすよね、間違いなく駒沢で一番走ってた自信がありますね。はい、でもゴールが基本だって明確だからね。ああ確かに、本当にみんな一つになって目的に、はい、それがいいかなって。ちょっと楽しかった、楽しかった。はい、僕は金沢で、はい、ゆうさんは水戸で、水戸で、あ、水戸のじゃあ目標だけ言ってもらっていいですか。水戸の目標ですか。はい、水戸の目標は僕の自己ベスト1時間40分4秒を切ります。うわ結構大きく出ましたね。いや大きくないよ、本当大きくないよ本当でかい自己ベスト更新したがいいんだから。ああそっか、そうですね。じゃあ僕もベスト更新なんで頑張りましょう。はい、はい、それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた、ではまた、ほなの。ほなの。ねえよもうやめろ、俺でオチを作んな。ねえよ、あれあれやってください。挨拶、挨拶やってください。挨拶やってください。挨拶ランニングはカークだ。どうもヘミです。